やった、おお、出た、出た。おお。楽しい。行きましょう。ワクワクしかないですよ。ワクワクしかよっしゃー、わーすごい、いっぱいおるよ、いっぱい。あ、雨だ。僕の夏休み。どうぞどうぞ。ワクワクすげーすげーこれ。これが空中の汽車。しゃー、開いてー、開いてー、よっ、じゃあ取るぞ。よし、しゃあ、しゃあ、ありがとう。やったー。はい、水中マグロ部、今回は入部試験ということでですね、なんとなんと大御所の方に来ていただきました。藤木潤さんです。よろしくお願いします。いやとうとうやってきました。やってきました、はいはい、そしてですね、今回また入部試験じゃなくて、もうすでにもうマグロは、はい、キハダはもう作ってらっしゃる。 ありがとうございます。池上明さんです。どうもよろしくお願いします。アンリミテッドから今日は東京湾のシーバスの人が来ました、ここに。そしてですね、今回、お世話になるんですね、まあ、グリッターでもあり、グレア号でも船長ですね、山田さん、ユージです。ということなんですけども、こう初心者に優しいマグロな感じなんでしょうかね。いや60キロが一番マジですか。いや、スーパーナブラで割ってのが30キロ。あ、すごいですね。結構ナブラの方がちっちゃい、ひょっとすると。はい、そうですね。でも昨日その90キロオーバー取れたのもナブラです。だそうです。はい。まあ、不慣れな藤木さんがちょっと見れるってことですね。楽しみにして、じゃあ出発したいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。頑張るぞ。はい、ワクワクしかないですよ。ワクワクしか。待ち伏せ感、これは日焼けすごそうだ。ナブラが来たらですよ。並木さん、並木さんの。こうですか。この後こうですからね。まだかな、試合は。これからだね。まあ、ベタ投げすぎるっていうのもあるんだな。これ 17.5 と、こっち16ですね。ちょっとビッグシーバス狙い用で作ってるやつなんですけど、マグロにも使えたらいいかなって。今ですか？今オフですね。僕の夏休み。僕の夏休み、北海道撮ってます。僕の夏休み。僕ね、分かっちゃうんですよ。これ今チャンスじゃないの分かっちゃうんですよ、僕。チャンスじゃないの今分かってるんで、体力温存です。スーパーサブなんで。美味しいとこだけってやって。しゃ
要。あ、何でください。来た、よっしゃ、よっしゃ、これです、本当。こんなシルバーじゃない。あ、そういうのなんですね。面白い。明日？下げ、下げ、左。ってことは船から外れたってことでしょ、はいはい、ちょっと疲れました1日50トンまでって決めてるんですプロ野球選手のピッチャーより少ない肩に食べました藤木さんあなたは頼みましたチャンス来る前に死亡跳ねますように釣れますようにやな あのサイズでしょ、うん、130グラムですからね、うん、はいよねえ。まあちょろっとやってる。やってる。高さまだ。あやってるねここ。やってる。あやってるやってる。あそこやってる。あそこやってる。あれがいったな。グリッター号が。あ、おお、出た出た。ジーって言ったら。あやった。おお、出た出た。ジーって言ったら。出た投げて同じ方向に投げて同じ方向に入って入って。すごいね、誘い出しやりましたよドーン出ましたね、今ねおやばいな間違えちゃった、フィールドアイス間違えちゃったな40ぐらいですか40ぐらいですか40ぐらいなら頑張ろう70キロぐらいだったら多分投げてますからね、僕はとか8ぐらいでしたねこれが40だったらそうですやばい出たのは超でかかったですね船が回るぐらいやもんなサオは落ちないもんな立てちゃうと思う 俺は疲れちゃうんで、はいちょっと閉めてもいいかも。ギールで待って。頑張りました。ギールで巻いちゃいます。楽しい。取ってよ。全然余裕ないからね。みんな俺ね、マグロのプロじゃなくてシーバスのプロだから。見てきた。いやこれきついわ。そうやばいな。お前曲がりっぱなしや。これプロトロット。あプロトロです。いいテスト。
れるならこれでいいよ。楽しそうやな。全然楽しくないっすよ。辛い今。はい、ちょっと待ってください。お、いいね、いい。おいい。いい。でかいでかい。なる。おお、でかいでかい。ああ、降りた。まだまだ。おお、でかい。でかい。もう一本、もう一本お願いします。はい、オッケー。せーの。せーの。あー。おお。でかい。15ぐらいかな。よしよし。最高。最高。いいよ。しゃあ、やりましたよ。竿を折ってまで取りましたからね。やっぱ嬉しい。すみません、これ何キロぐらいですか？うわ、15オーバー。すごい、嬉しい。皆さんいい感じですか？これ焦りますね、めちゃくちゃ。ボイル見るとめっちゃ焦ります。ねえ、なんとか釣り出しですね。おお、やってます。あれです。すげえな、やっぱスケールが違うわ。すぐ下がりますね。早いね。シーラが来た。シーラが。シーラ。シーラ。うわ。いっぱいおるよ、いっぱい。あ、外れた。外された。いっぱいおる。これ釣ってええんかな。ちょっとプレッシャーかかった、不安な。お疲れ様でした。今日の総括を一言いただけますか？あ、今日午前中ちょっと厳しくてマグロも少なくて大変だったんですけど、昼ぐらいにまだいいサイズが取れてよかったです。マグロって1日おきにこう好調だったり不調だったりみたいな、もうあります。1日おきの法則とかそんな感じでみんな言ってる時もあります。明日期待できますか？はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、釣り中マグロ部入部試験と言いながらですね、今回は本当にもういい魚が取れました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だって60キロぐらいありましたね。はい、ね、でかかったですよね。はい、でかいですね。もう見た瞬間やばいなって思いましたもん。ですね。うん、あの一番自分が求めてちゃいけないやつかかっちゃったみたいな。それでも結構短いファイトしかないですね。そうでしたね。意外でしたね。かなり短かった。分ぐらいでした。うん、あれこんなに早く上がるんやと思う。うん、自分の中で1時間ぐらいすごいやってる気持ちが。ああ。うん、気持ちがいいとバキですね。あれね、皆さんね、あれでして、あの気になるね、やっぱ僕もそうなんですけど、潜った時はやっぱ竿を下ろした方がいいって教えられました。うん、
僕もマグロのプロじゃないのでそこはちょっとね甘かったんですけど、そういう食べ過ぎちゃって、うん、キーって言っちゃったんで、戻ったら、まあ、おろしてさっき船長に習ったんで、うん、明日はね、折らないと思うんでね。あの、折る竿1本しかないですから。あと、もう1本ある。あと1本。あとは折れるんだからね。ということで、明日も頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。しゃー、うおー引くなー、うるわー初ヒットです。いやー、これはもうおもろいっすね。強い。これはすごいわ。来た来た来た。来たよ。ちょっと小さいけどね。はい。初マグロですけどリリースします。ありがとう。ありがとうございます。やりました。よかった。やりました。プロットモデルでマグロ、はい。このために作ってきたんです。そうですそうです。はい。もう急遽特艦で作ってきました。作ってきたからやった。やったー。懐かしい。よく出てくる。MT 開脚すればいいんだよね。跳ねてますね。跳ねてますね。どう見ても。あれ跳ねてますよ。あれ跳ねてますよ。あれちょっと行きましょうか。行きましょうか。またリモード。またリモードからの。ラブラだって。行きましょう。行きましょう。釣り中だから。行きましょう。行きましょう。釣り中だから。行きましょう。行きましょう。おー、やばいやばいやばい。行きましょう。行きましょう。ゆっくりで。近づきましょう。行きましょう。やったやった、すごい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 、おお、あか、下マグロだらけですよ。あ、この下が上がイワシ、そうです、下がマグロ、うわうわうわ、ちょうど真下っすね。
あ、いやいやいや。乳酸が乳酸がこれ塩がすごいっすね。呼吸そうね、ね、立てれないんです。よし、そろそろ立てちゃうよ。はい、下だ。ちょうど水飲もうとした時にスーパーナブラって言われて、喉カラカラで来てます。水飲みます？大丈夫です。大丈夫、マグロもきついと思うんで。こんな100キロとか絶対無理ですわ。俺でこんな？これでも普通にかかり方ですね。はい、させ。やばいっすね、ありがとうございます。やったー、80キロぐらいありましたね、今ね。リリース成功ですよ、やりましたよ。あー、腰痛い。燃え尽きました。ほら、燃え尽きました。いやでも嬉しいですね、達成感すごいです。いや、ありがとうございました。寝てください。死んでます、ちょっと。乗ってないです。ああ、食ってくれたらよかったのにな。今食ったと思いましたね。食ったと思ったんですよ。全然持っていかなかったですね。ああ、終わっちゃった。
ると思うよ、この辺。おお一瞬投げよう、いや魚や思ったら池上くんのルアーやって投げた。やった、持ってない、持ってない。もう少しあっちだったな。もう少しあっちだったな。もう少しあっちだったな。入れた、入れ直せばいいよ。おお、来た来た来た。ビール。おお。やばい。いや、これ上がんないよ。でかいですか。でかい。まだ、まだです。でしょ、さっきよりでかっすね。でかったがすごい。いいノリですね。元気が出てきました、なんか今。この上がり方だから寄ってきてくれた。ありがとうございます。ちょっと、あ、マジか。よっしゃ、よっしゃ、ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。すいません、よかった。ありがとうございます。いや、でかいね。今のが一番楽でしたね、ファイトね。やりました、30キロ。何ですか、コツは。一人で釣るなって。一人で釣っちゃう。ちょっとやっぱ才能が溢れてちゃう。隠しきれない。日頃の行いです。ありがとうございます。いやー、なかなか釣れないですね。切られた。はい、もう一回。
切られた？切られた俺。ちょっと待って、ちょっと待って。行く行く。切られちゃった。切られた。まっすぐ、まっすぐ投げるだけ。はい。はい、おいで。なんで？入れ直し。あの白いところ、白いところ。今まで白いとこですって。あ、沈んじゃった。あれ？あれ？ここからあれ？あれ？あれ？針ついてるみんな。あれ？これまっすぐ投げるだけでいいですよね。大丈夫ですよね。すっげえ面白かった。あれ何キロぐらいでした？推定。いやー、エキサイトするなあれ。おお。藤木さん頑張ろう。釣り中2人でリリースだ。どうですか、やっぱ琵琶湖のバスは違います？違うね。暴力的。もういい手が。今日俺何回かけたんだろう。大きさがね、何キロっていうのか分かんないですよね。分かんないですよね。ね、1匹目よりはでかいですね。うん、頑張ってます。もう4本マクロプロ。僕はシーバスのプロです。スリッチュ、スリッチュ最高。これ30ぐらいですか。よう引きました、これ。あー、でかいでかい。はい、鈴木さん。よし。気をつけてね。すごいとこ買ってる。ありましたね。レース成功です。いい時1点ダメージなくいきましたね。ナイス WD やった。イエーイ。はい、やりましたね。いいやりました。イエーイ。ありがとうございます。ね、2人ともヒットしてうまくダブルヒットして、ね、リリースできましたし、はい、取れましたよ。やりましたよ。僕の75キロめちゃくちゃ引きましたよ。ピさん、もうちょいもうちょいありましたね。80ぐらいあった。もうちょい、80ちょいぐらいだった。いや、もうナイス船長ですよ、やっぱり、ね、すごいね、完璧なところでしたね。そうそうそう、もう僕ら見えへんね、ボイルを見つけてバーって行って、
投げ込むっていう、やっぱりこれ船長のね、スキルすごいあると思います。あ、これこれこれがよく見えるんです。いやいや、ビビりました今回は。ありがとうございました、はい。まあ次からまた行きますか。はい、行きますか、はい、行きます。まだまだやりますよ、まだまだ。でかい、でかい、でかい、うまい、でかい、行きましょう。これはいいんじゃないですか。でかい、でかい。すげえと思う。お前船長クロスしちゃった。おお、出た。来た。お。早く来ちゃった。あ、来た。後ろ来た。投げちゃいました。もうさっきでヘロヘロだったのに、目の前で魚跳ねたら投げちゃいました。つい体が反応しちゃいました。これが釣り中毒者。回ってこい。昨日学んだんで回るまで待つって。回れ回れ。よし、回った、回った、回ったよ。おお、でけえ、でけえ、でかい、でかい、でかい。これ超でかいっすよ。おお。これあれ返しついたかもしれないです。見なかったんで。おお、気をつけてください。うお、すげえ。オッケー、あ、よかった、リリース。ハリが取れた。伸びた。すごい。すごいね。まあでも、リリースできてよかった。やりました。でかかったですね。無事リリース成功です。何本目？もう分かんない。いっぱい、いっぱい釣れてます。あ、だ。すいません。何も言いません。ヘロヘロも、ヘロヘロです。ヘロ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 。いや、楽しかった、ありがとうございます。池上プロやな。あくんでした。あ、あーってしました。口に入ったらあーって。東京湾から来たツバプロ。サイズいいと思います。でかいと思いますよ。決めてくれ、二人とも。無理。無理。勝負見まして、あ、これ違う、スレだ。スレだ。俺はボケが。あ、スレ。あ、これ死んじゃう。スレじゃん。はい、リリース。やりました。お疲れ様でした。はい、きっかけ釣りになっちゃいましたね。すげえ疲れました、もう。もうボロボロです、ボロボロです。
釣り中マグロ。今日はなぜか、船の絵ではございません。それなぜかと言いますとね、残念ながら台風が近づいておりまして、今日は出船できずということで、これね、一見見るとこんななんかカーカー言ってて泣いてる感じなんですけども、海峡はやばいことになる、はい、という話なんですね。やっぱりその辺はね、船長判断をやっぱり、尊重して、ね、今日は涙を飲んでですね、はい、帰ることにしましょうということなんですけども、はい、ただですね、今回、釣り中マグロ部入部試験合格おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当によし。いやいやいや、今回ちょっとすごい勉強になったんで、うん、さらにそういうのを盛り込んでいけると思ってるんで、うん、はい、もっとマグロが釣れるルアー作りたいなって今すごい思ってます。釣り中としてはですね、はい、また一人この中毒者を増やすということですね。もう中毒になりました、ね、完全中毒そうですね、はい、そしてもう一つ、モンスター級をリリースというミッションを成功しました、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごかったね、あれ惜しかったですね。から70の間ぐらいじゃないかなと思う。ポテンってしましたもんね。そう。いやあれはすごかった。だって多分下手すりゃ同じぐらいの長さだよ。そんなに多分ね、これからどうしてもこのスポーツフィッシングとしてこのマグロ釣りっていうのを、はい、まあ一般化していこうっていうかね、はい、皆さんやっていただけるようにしようとか、はい、やっぱりこうリリースすごく重要ですから、はいはい、それがね実際どこまでできるのかっていうのはまだ未知数なところがあるので、はい、まあなんとか、はい、まああと道具ですよね。そうですね、おしゃまくさんのあれすごい良かったですね。そうですね、でっかいやつ、ね、あれがあればまあ大丈夫だし、ね、あれだけ長いと安心ですよね。すペンチだとさすがにねできませんけど、こんなに長くてあんなぶっとくてペンチは危ないです。ペンチ危ないです、絶対やっちゃうんですね。でだからその辺のメソッドも、うん、その釣りのメソッドと同時にリリースのメソッドも、はい、まあ、開発して紹介できたらなと思いますので、まあ、本当に、ね、釣り中のためにはやっぱりリリースが必要だということですね、はいはい、ということで本当に皆さんのお疲れ様、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。